おはようございます。糸島の旬を紹介するババチャンネルです。今日は3月の5日です。めっきり春らしくなったんですけど、花粉症の季節ですね。花粉も飛んでるし、黄砂もひどいしね、大変です。すいません、ちょっと今日聞きづらいですけど、よろしくお願いします。私がね、今週おすすめしたいのはこれです。アンコールオレンジ。このオレンジ色すごいんですよ。このオレンジ色が伝えたいんですけどね、画質悪かったらごめんなさい。実際切ったやつなんですけど、もうね、すっごいオレンジなんです。ちょっと種が多いのが気になるけど、でも皮もね、そんなに薄くなくて、ちょっと硬いけど、ものすごくこの香りにね、皮にね、香りがすごいんです。糸島の島の吉田で作ってる、ハマチ果樹園のハマチさんね、が作ったアンコールオレンジ。アンコールっていうのも、もう一度食べたくなるからアンコールってついたらしいんですけど、実際ね、食べてみましょう。もうね、これめちゃくちゃね、オレンジ色でね、剥きやすい、薄皮もないないですね。もう香りがたまらん、香りがすごい。食べてみます。甘い、ものすごい甘いです。口の中に、ね、砂糖入れた感じ、ものすごい美味しいですね。これ4月の中旬ぐらいまで楽しめますので、ぜひご賞味ください。アンコールオレンジでした。はい、続きまして、もう一品ございます。もう一品はこれです。白ネギですね。中村福菜園さんっていう農家さんいらっしゃって、お客様に福を与えれるような野菜を作りたいっていうね、気持ちで作られてます。もう一個一個丁寧に、ね、出荷する前に慣れ慣れしたりとかね、すごく気持ちの入った、野菜なんですけど、もう白ネギすっごい太いですよ。すごい太い、本当に太いネギです。美味しそうですね。ちょっと食べてみたいと思います。僕の一番好きな食べ方はやっぱり焼くことかな。ちょっと焼いてみますね。香りもいい、みずみずしいですよ。これ焼いてみますね。相当甘くなるから美味しくなれ。焼き上がりました。そのままで、あはははは、甘っ甘いぞ。うん、うん、中村さん、おいしい、甘いです。みつる醤油さんです。薄口でちょっと食べて、あ、香りがいいな。白ネギとか本当シンプルでいいですよね。シンプルでうまい。いただきます。うん、美味しい。これ愛情込めて作った野菜、美味しいです。以上、また来週糸島の旬をどうぞお楽しみに。馬場浩司でした。ありがとうございました。